日本沖縄県名護市ためまた、名王大学ためまたは、沖縄県名護市の字である。郵便番号905-0005。名護市北西部に位置する。大北、名護、宮里、うむさ、中山、小勝と隣接する。1970年の合併までは、名護町で、最も北にある集落だった。本土復帰直後の1970年代前半までは、 山林と畑の多い山間いの農村だったが、1975年の沖縄国際海洋博覧会を機に、集落は大きく変わった。1から1.5車線の山道だった沖縄県道116号線が、海岸沿いの県道本部循環線とともに、本部町にある会場へのアクセス道路として整備することになり、当地域内は拡幅ではなく新たにバイパスを建設して整備した。 その後、海岸沿いの本部巡管線が沿線のセメント工場へダンプカーがよく行き来し、道路状況が良くなかったため観光道路には適しなかったことから、博覧開閉幕後も整備された海洋博記念公園への観光アクセス道路としての役割が大きくなった。1980年代に入ると、県道沿いにはパイナップルの産地を活かし、パイ園や土産品店が立ち、 新たな住宅地が造成された。1986年に国道58号名護バイパスが全線開通すると、今度はバイパスを通る南側にも広げスーパーやコンビニが立ち始めた。そして1993年に北部看護学校、1994年には沖縄本島北部で初の大学となる明王大学が当地域内に相次いで開校、開学し、 さらに大きく発展していった。あちらこちらに学生向けアパートが建設されたほか、国道沿線にはさらに大型スーパーなど商業施設が進出し、本当北部の商業の中心までも移った。琉球大学が1980年代に西原町の現在地に移転した周辺地域と同じ町の変貌を遂げている。現在では大学中心の町であるとともに、 名護市街地の一部にもなっている。ためまた自体は住居表示は未実施だが、2000年に国道58号から南側の最南端部が隣の大北5丁目の一部となった。40年前は未開の土地に近かったが、地下も上昇し今では高級住宅街とされている。名護バスターミナルから70番、ビス線と76番、瀬底線が当地域内の県道84号。 名護本部線を通り、ためまた、和タンジャ、原、名王大学入り口の3つのバス停に停車する。かつては、名覇バースターミナルから国道58号経由で、海洋博公園に向かう急行バスも通っていた。また路線バスでない自主運行のバスとして、名王大学へ向かう学生向けのスクールバスが、大学と名護市街地とを結んでいる。ありがとうございます。